学の女子バスケットボール部名誉監督にご就任されました横綱白鵬関よりご挨拶を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今年日本とモンゴル最高から30年になりまして30年経ちました。このめでたい年に大相撲を通じて両国の開会式になるという強い気持ちがありまして、私15歳でこの角界に入りまして、横綱になりたいという夢を持ってました。自分の夢を叶えました。だけど夢は一つだけじゃたくさん持って、心の中で描きながらこれからも学生です。皆さん頑張ってください。頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。Субтитры сделал DimaTorzok